ということで始まりました新シリーズ。新、ラルクラ、皆さんは覚えているでしょうか ?7 ヶ月前にパート3つ目で失踪してしまったラルクラを、あのシリーズ私の初マイクラのシリーズだったこともあって、めちゃくちゃ好評だったんですよ。まああれから尖りに尖って地下開拓クラフトや作業中クラフトをやってみて気がついたんですよ。もう普通のマイクラがやりたい。いや作業中したり地下で暮らしたりするのも面白かったんですけど、結局マイクラはシンプルが一番面白い。ということで今回から原点回帰して、マイクラを限界まで楽しんでいくぞ。マイクラ歴1年半、やっとマイクラの面白みに気づく。はいじゃあまずお前ら気を切りに行くぞ。はぁ、しょうがないな。なんでだるそうなんだよお前。はいじゃあまずみんなここら辺の気を全部切ってねー。おいらルキル一人のめんどくさいからお前が俺の代わりに切れ。なんて理不尽なんだこの動画班。おいらルキルお前俺の分の気を取ってくるまでお前ここの海から上がらせないからな。わかった今までありがとう亀納豆。おい俺新シリーズなのに気を切る前にバンされたんだけど。あっぷねあとちょっとでもバンが遅かったら俺も殴ってたわ。というかやっぱりサバイバルって楽しいですね。いつも動画の企画のためばっかにマイクラやっててこんなの久しぶりです。わかるもう別ゲーだよな。ラルさん次は何するんすか。まあ次は石を掘りに行くわよ。うおうおう石だー。別にそんなテンション上がることでもないだろ。あそうだ言い忘れてたんですけど、今回キープインベントリなしなので普通に死んだらアイテム出ます。まあそれでも俺は人を倒しまくるけどな。ちょっとは自重しろ。よしよしウッチーもヌビも仲良く協力して掘ってますね。あウッチーそれこれに当たってる。ごめん見えなかったわ。こいつら仲良さそうに見えたけど不仲だなこれ。おラルさん僕は結構順調ですよ。石のツールも一式揃えたの。うおーここは私が掘るどけー。やっぱり全然順調じゃないかもこれ。まあでもプレイスキルでは俺の方が何倍も上なんで物資もらいますね。物資運んできてくれてありがとうね。というか鈴鹿さん俺に倒された後すぐにクリーパーに爆破されてるじゃん。踏んだり蹴ったりで草。よしこっちこそは本当に仲良くモブを倒せてるな。よっしゃハルコと先輩と。え、今のゾンビのドロップしたチェーン装備は全部俺がもらう。残念だったな、この過酷なサバイバルでは騙された方が悪いんだよ。まずいちゃんとしたサバイバルにしたせいでそこら中で裏切りが発生してる。あれウッチーもしかしてこれ階段掘りですでに結構掘ってる？いや俺も初めはこれ誰か掘ったんかなって思ったんですけど、なんかこれ自然生成みたいですね。あ、そうなんだ。というかラルさん僕より今日新しく入った源の頼朝を見に行ってあげてください。え、源の頼朝？あ、お前のことか。どうも源の頼朝です。よくお前そんな複雑な名前にしようと思ったな。ふう、こんだけ昆布取れば食用には困らないか。そっかこれキープインベントリじゃないから死んで体力回復ができないのか。ヌビさんその昆布ください。ヌビさんかっこいい。ちょっと昆布ください。ゴミみたいに小じきが群がってくるけどこれどうすればいいんですか。諦めろそういうところだ。うん、これみんなで建築建てようとしたけど半数が建てたのを半数が壊しに行くから絶対建築が完成しないな。絶望やんけ。じゃあしょうがない、動画班を勢力分けしてお互いを敵対視させて発展させますか。ということでまずは鈴鹿チーム NK 花、そしてこのメンツを鈴鹿さんだったら絶対管理できないので春子とも追加しておきます。うおー発展頑張るぞー。まあでも私はスプラしてくるから春子と頑張ってね。お前が実質的なリーダーだから頑張れ。じゃあなんで僕がリーダーじゃないんですか。鈴鹿さんの方がお前より人気だから。うわ最悪だ。そして二つ目はヌビチーム。ちょっと待ってくださいラルさん、今回僕よりリーダーになるべき人材がいます。それは今日入った源の頼朝。え、いやもう名前がザリーダーみたいな感じじゃないですか。今日入ったのにリーダーにされるの困惑だろマジで。そしてチーム名は鎌倉幕府にしてください。だから源の頼朝に寄せすぎだろ。じゃあリーダーは源の頼朝で、ヌビ、ゆでうどん、デコポン、この4人にしますか。そして最後に一人で一番頑張ってるウッチーチーム、ウッチー、亀納豆、田中、この3人でいきます。え、待ってくださいラルさん、これうちのチーム人少なくないですか。大丈夫、このシリーズめっちゃリスナー入れるから人はどんどん増えるし、鈴鹿チームとかほぼ真面目にやらないやつばっかりだからお前のところ意外といい方だぞ。ほんとだ、花と NK 別ゲーしてるじゃん。あいつらは終わりだよ。あれ？でも NK 聖地頑張ってるか？いやラルさん何言ってるんですか？僕はずっと鈴鹿帝国の発展を頑張ってますよ。いやでも確かに花も目の前でちゃんと掘ってるな。僕たちは1枚目の画面でマイクラして2枚目の画面でうのしてるんですよ。そんなしょうもないことにダブルモニター使うなアホ。でも本当にヤバいのは僕たちじゃなくてあれですよ。マジでバレないようにちょっと離れたところで放置してるデコポンです。ガチ悪質やんけこいつ。ラルさんうちのチームのゆでうどんはどっか行ったしデコポンは放置してます。僕と源の頼朝しか頑張ってません。源の頼朝いやちゃんと操作してますよ。お前はさっきまで放置してただろ。というかゆでうどん普通に一人で頑張ってるじゃん。そうっすね、今頑張って鉱石とか集めてきました。おおナイス。じゃあサボってるのデコポンだけじゃん。じゃあデコポンをゴミに降格して前ゴミに降格されたゆでうどんを動画班にしません。それはありよりのあり。おおウッチーチームもいい感じに拠点ができてきてますね。今亀納豆がゆでうどんと同じように鉱石取りに行ってて、田中と俺でここを整備してますね。そして鈴鹿チームもいい感じにチェストとかインフラが整ってきてるな。じゃあ鈴鹿チームのところにちょっと
っとお邪魔しますねー。おいふざけんな、なんでボート乗りながら入ってきてるんだよ。オラーこっちの陣地に勝手に入ってきてる奴は倒せ。よっしゃ、ウッチーの物資も全部ここで奪うぞ。うわー、ウッチー先輩助けてー。ハルコト、さっきの物資を全部返せ。やばい、こいつ PVP 強すぎるからここは返さないと。へっへっへ、あいつら無駄な争いしてるな。え、もしかしてここに拠点立てるの？そう、俺らの拠点は鈴鹿とウッチーの拠点の目の前の山の上。ここだったらあいつらは攻めにくいし、こっちは何してるか丸見え。やっぱり天才だなこの俺。ずるいけど別にルール決めてなかったし、じゃあないか。というかウッチーさんのチーム荒くれ者めちゃくちゃ多くないですか？だってウッチーさんは PVP 最強。亀納豆は言わずと知れた嵐。戦争したら絶対勝てないじゃないですか。確かにお前の鈴鹿チーム戦争したらすぐ負けそうだもんな。お前覚悟してろよ。ウッチー先輩、麦の鎌倉幕府のところのやつ一人誘拐してきましたよ。誘拐なんてある？そいつ暴れたりしてないの？いや、暴れるも何も裏で別のことしてるので誘拐されてること気づいてません。こいつ動画班じゃなくてゴミにするべきだろ。まあじゃあさっき作った右の建物の中に詰めといて。オッケーです。もし急に暴れ出したりしたらすぐ倒していいよ。もし反抗しなさそうだったら脅して敵の情報吐かせて。おい、やってることガチやん。オラーなんか吐け。お前吐かないとここで全ての身ぐるみ剥がして倒すぞ。ダメです、こいつ気づかないぐらい放置してます。しょうがねえ、じゃあそいつはそこに閉じ込めとけ。わかりやした、兄貴。やばいです、ラルさん。鈴鹿チーム完全に食料不足になってます。初めの方は動物倒して肉にしてたんですけど有限だったので今やばいです。畑作ったら？いや、今鈴鹿さんが後ろで作ってくれてるんですけど、これ明らかに供給が間に合ってないです。特にこのチームめちゃくちゃメンバー多いからマジでやばいです。あー、確かにウッチーの方は実質2人だし、ヌビはすでに山頂に畑ある程度開拓してるし、ここだけ食べ物に関してめちゃくちゃ遅れてるのか。これは強盗もしやだな。やめろ、治安が悪化する。おい、鎌倉幕府のヌビ、お前らは山頂が拠点だろ。なんで下山してきてわざわざここの陣地を勝手に使ってるんだよ。あー、この柵勝手にヌビが囲ってたのか。いやー、山頂に畑を作ってたんだけど、お前らと同様にこっちも食料不足になってしまって、ここに畑を作らないとまずい状況になってるんですよ。うるせえ、それはこっちも同じだ。お前にここの土地は使わせねえぞ。いや、でももともとここの土地は鈴鹿チームのだって決まってなかったじゃないですか。早い者勝ちだろ。いや、考えればここはうちのチームのだってわかるだろ。なんだとお前やるのか、今戦争して。おらあ、こうなったらもう無理やりにでも土地を増やしてやるぞ。春子とがどっか行った、今もうやけくそでさっきより土地を広げてやる。おーおーおー、何してるんだお前。なんでさっきのでダメだったのにもっと増やそうとしてるんだよ。お前が勝手に増やすならこっちも勝手に壊してやるからな。おー、なんかバチバチやってるな。まあ現段階3チームしかないのでここで戦うとウッチーが有利になるだけなので、とりあえず一旦話し合いで解決しますか。まあそれが一番ですね。でお前が鈴鹿チームの実質的なリーダーか。そうですね、お前は鎌倉幕府のリーダーか。そうだな、弱たチームの行方はこの話し合いで決まるのか。じゃあまず話を整理すると、ヌビは山頂じゃ畑にする場所が足りないからここを一部使いたい。でも俺も土地は足りないからここを使われると困る。どうするかな。意味あり。あの場所とか関係なく平和的解決のために全部ここは俺がもらう。ラルさん、あの田中とかいうクソガキを一旦ここから追い出してください。ですね。で結局どう決まったんだお前ら。一生土地どっちのもんとか話してたけど。決まった内容としてはですね、あそこの柵は全部撤去する代わりにここら辺で農業する権利をヌビがゲットしました。まあここだったら拠点からもそう遠くないし、さっきより広いし、これでいいかなーって。意外とすんなり解決したんだ。うわあ、ラルさんこっちへ向いてする。え、なんかあったの？ラルさん来てください。うん、なんだ亀納豆。僕めちゃくちゃ鉱石集めましたよ。見てください、まだみんなダイヤ持ってない中僕だけ3個持ってます。お、嵐キャラだけどちゃんとやってるんだな。なんかマグマにダイブして全ロスしたりしないかな。僕がするわけないじゃないですか。後にこれがフラグとなるのはこの時は知る由もなかった。ラルさん、夜明かせないのきついです。でしょうね。じゃあちょっと覚醒力に一つずつベッドそれぞれの色であげるよ。じゃあ鈴鹿チームには空色のベッド。ラルさん、もう鈴鹿チームじゃなくてチーム名決まりましたよ。お花畑組です。ちなみになんでその名前に？お花が好きだからです。頭がお花畑だからの方が良くない？殴るぞお前。あと一応僕ウッチーがリーダーのところもニート団って名前になりました。あ、ってことは全員チーム名決まったのか。でなんでニート団のベッドの上にお花畑組の NK が寝てるんですか？私もわからん。おーおー、 NK を切ろう。ダメだこいつを金から暴力で無理やり起こすしかない。うわ、痛いなんで殴ってくんだよ。俺がなんかしたってのかよ。人の陣地のベッドで寝てただろお前。じゃあ殴られた腹いせに着火だけして逃げるか。おい田中、あいつ潰すぞ。イエサー。へっへっへ、俺を一回倒したところで無駄だぜ。さっきベッドで寝たからまたこっちの方でリスポーンするんだよ。じゃあもう一回倒せばいいだけだ。あ、ちょっと待って。ハーリスチ敵陣なの終わってるわ。お前が敵陣で寝たせいだろ。あ、そうだラルさん、この家もらいますね。あー、パート1で勢力作る前にみんなで共同で建てようとした家ね。まあ誰も使ってなさそうだしいいんじゃない？待って、それ僕の家。僕が作ったやつ。ということでこの家は NK が建てたのでお花。
うわあ、空から矢が降ってきたアーテキシューだー。おいでここにお前仲間呼んだだろ。いや呼んでないし、そもそもまだそんな空から撃てるほど高い建築ないでしょ。まあ確かにそうだけど。クソ、こうなったら、うわあ、ここで生き残った奴がこの土地ゲットだー。まあこうなりますよね。おいちょっと待って、花斧使うのはずるいって。ヘッヘッヘ、ルールなんて決まってないからな。ということで俺の勝利。うん、また矢が飛んできたな。おいさっきの矢撃ってたのウッチーだったのかよ。MK 討伐、ミッション完了。まださっきのこと根に持ってたのか。まあ争い終わった後はみんなでキャンプファイヤーしますか。お前ら仲いいのか悪いのかどっちなんだよ。じゃあしょうがねえ、肉ぐらい出してやるか。ということで今回は皆さんに話があって集まってもらったのですが、この4人で独立して新しく勢力を作りませんか。悪いけど今誰も話聞いてませんよ。うん、こいつらと組むのやめとこ。おウッチー頑張って掘ってますね。さっきは MK にやらされたし、こっちのデコポンも負けた。ということで国力を強化するために資源を大量に集めてます。これでパワーを強くして戦争して勝ってやるぜ。まあ確かに亀納豆もめちゃくちゃ武装化してるし、ワンチャンありそうだな。ミート弾めちゃくちゃ反映させるぞ。そう、これが後にフラグとなるのであった。うわあ、これめちゃくちゃ高い。亀納豆が死んだ。うわあ、毒蜘蛛で死んだ。最悪だ俺のダイヤが。いやでもこれが狼はメモしてるからいけるかも。うおー、ラルさん、アイテム全部消えてました。あ、どんまい。もうマインクラフト引退します。ふぅ、お風呂気持ちよかった。あ、お疲れ様です、ハルコトさん。あなたのチーム今最弱ですよ。え？いや、鈴鹿さんはバロラント市に行っちゃったし、残りの MK はアスレチックで遊んでるだけで何もしてないぞ。なるほど、じゃあ今はこのチームが最弱なんですね。え、っていうかうちのチームってこんな物資ないんですか？いやだってね、リーダーの鈴鹿さんも副リーダーのハルコトもいなかったから、何すればいいかわからず何もできなかったんだよね。なるほど。よっしゃー、じゃあみんなで今から一気にお花畑組の再建をしていくぞ。うわ、このタイミングで花も戻ってきましたよ。よっしゃー、みんな頑張るぞー。あ、すいません、さっきまで YouTube 見てました。あー、ごめんなさいごめんなさい。許して許して、この動画の高評価が2000超えたら謝るから。なんだその YouTuber みたいなシステム。クソ、あいつボート使って逃げていきました。撮影中に YouTube 見てるの許さねえからな。でもさ、さっき離席してたハルコトも同罪じゃない？まあ、ハルコト先輩が急に黙秘権を行使しだしたのは一旦置いておいて、なんでお花畑組のリーダーってハルコト先輩じゃないんですか？だって鈴鹿さん何もしてないですやん。だからパート1でも言っただろ？鈴鹿さんの方がハルコトより圧倒的人気を誇ってるから形だけリーダーなんだって。あ、ハルコト先輩かわいそうっすね。お前内心笑ってるだろ。ふん、やっと鉱石集め終わったぞ。いやー、ロストした亀納豆の分も取ってくるのは意外と大変だったな。まあ何にせよ今は誰かに、オラウッチーの狼倒してやるぜ。鎌倉幕府のデコポンが喧嘩打ってきてるな。まあもうこうなったら簡単、あいつを倒すまで血の果てまで追いかけるぞ。え、デコポン先輩何してるんですか？うわー、よし、これで必要なアイテムゲット。まずいデコポンが暴れまくってるせいで関係ない人にまで被害がいってる。よし、やっと追い詰めた。その先は行き止まりだぞ、観念しろ。へっへっへ、頭が硬いな。こんなん退出すれば倒されずに済むんだよ。じゃあまずはデコポンが抜けたところを囲って、そして中の水を抜きます。それじゃあ最後にそこを燃やして入ってきたらすぐ倒せるように待機しておけば OK。 一見すぐ終わるかと思ったこの勝負、まさかの次の日まで突入し、事態は次の日の撮影まで続いた。ということであれから24時間ぐらい経ったけど、なんかめちゃくちゃ発展してね。そうなんですよ、今お花畑組はほぼ全員鉄フル装備。向こう側のニート団が簡単に入ってこないようにここに入国検査所も作りました。なになに？入国検査場、必要な情報、名前、所属勢力、入国理由、人がいないときはディスコードに書くこと。え、これ人いないときディスコードに書けって書いてあるってことはさ、ここ基本的に24時間お花畑組の誰かが見張ってるってこと？まあそうですね。学校がある人は普通にお昼はいないですけど、炙りサーモンとは学校行ってないのでその間に張らせてます。いやでも学校ある間は攻めてくるやつもいないだろ。いや他にも学校行ってないやつがいるので普通に攻められます。とんでもないぐらい大変そうなことになってるな。鎌倉幕府はこっちに入ってこれないだろ。いや TNT で普通に爆破してやろうか。まずいあいつを刺激するな、強行突破されるぞ。というかふと気づいたけどこれ普通に突き積んで屋根から侵入できるじゃん。ガバガバ警備で草。うおー、あいつをやれー。あいつら弓下手すぎて一発も当たりませんよ。もうあれ検問所の意味ねえじゃん。というかなんだこのハルコトの方にあるトロッコ。それは私たちハルコト建設が作ったハルコト鉄道です。全く安心できないんだけどこの鉄道。てかこれどこに繋がってる？止まっちゃった。まだ建設途中なので詳しいことは言えないんですけど、実はこれうまくウッチーのニート団に繋げる予定です。ほらこんな感じであとちょっとで繋げられます。いやさ、これ勝手に人の国の領空を貸してるくね？え？いやだってこっちは何も聞いてないのに勝手に自分の国の上に線路作られるんだよ。そんなん
そっちから簡単に攻撃し放題じゃん。ということで早く撤去してください。いやちょっと待ってください。僕たちわざわざこの鉄道を作るためにめちゃくちゃブランチマイニングしたんですよ。まあ確かにシンラルクラまだ始まってばっかなのにここまで掘ってるのはエグすぎるですよね。ちなみにこれ私鈴鹿さんも結構作業してます。あの胸張ってるところ悪いんですけど、お花畑組全員に否定されてますよ。鈴鹿さんはまず撮影外でマイクラをするところから始めましょう。見てください、このサーバー初の経験値トラップもありますよ。あーここだけバグレベルでインフラ発達してるな。普通にトラップ壊さないでください。ラルさん、ちなみにめちゃくちゃ畑も発達してます。マジでここだけバグってるだろ。あそういえばうちのニート団も発展してますよ。襲われにくいようにするためにほとんど地下に作ってます。あーなるほどね。こいつら全く発展しねえなーって思ってたけど地下にいろいろ作ってたのか。お前デコポンに倒されたかいの狼もいるじゃん。帰って言わないでください。ラルさん秘密にしてくれるのならめちゃくちゃいいもの見せてあげます。オン秘密にするから見せてよ。じゃあカメプリンそこに貼っとけよ。オッケー。じゃあラルさん見てください。スケルトンホースです。これって、レアなの？ダメだマイクラ実況者なのにマイクラがわかってない。ラルさん来てください。はい今飛んでますよ。さっき張ることが鉄道撤去したくないからごちゃごちゃ言い訳してたじゃないですか。でもこれ放置されたままだと困るのでどうにかラルさんが撤去してくれません。いや今回のシリーズは基本的に私が関与しないようにしてるから無理。じゃあわかりました、張ることをここに呼び出してください。まずい絶対潰される。はい呼び出したよ。でなんでここに鈴鹿さんがいるの？いや私お花畑組の最高責任者だから。形だけだから来なくていいよ。いや私の扱いひどくない？だって二人が真剣に話してるのにそこら辺飛び跳ねてるのもうクソガキじゃん。うるせえ黙ってろ。ということで春子とさんこれだけは伝えておきます。ここの鉄道を撤去しないとあなたの国を潰します。言い訳は通用しません。無許可で敵の陣地に侵入するってことはあなたも敵に侵入される覚悟ができてるってことですよね。でもう一回聞くとウッチーの要望は何だっけ？僕の要望はこの春子と鉄道の路線の即時撤去です。撤去しないんだったら戦争でもいいですよ。いやでもこれは公共事業でウッチーのニート団にも。じゃあなんで役立つのに事前にこっちに伝えずに勝手に立てたんですかね？本当は後ろめたいことがあったんじゃないですか？ということで春子とさん今僕が置いたブロックの右からは全て撤去してください。わかりました。クソこれ撤去地味にめんどくさいな。え？うわー、ラルさん来てください。もうお前は終わりだウッチー。ここに3つの TNT を設置した。これが爆発してしまえば下にあるニート団もこれで終わりよ。うわーやめて。いや一つしか爆発しなかったけど、いや次こそは一気に爆発するぞ。ハッハッハ、これでお前の国も終わりだな。うわー、いやまた一個しか爆発しなかったけど、おいお前ら人の失敗を笑うな。うっついふざけんな、お前を倒してやるわー。いやマジでなんだこのカオス空間。ちなみにさっきカメ納豆がうっちーを倒したっぽく見えたけど、実はあれ僕が倒しました。なんでお前も乱入してくるんだよ。ラルさん、最近鎌倉幕府人にちょっかいかけてばっかりで何もしてないように見えますよね。まあそうだな。実はですねラルさん、今回我ら鎌倉幕府は鉄道と国連を作ったんですよ。え、鉄道って春子と鉄道のパクリ？いや違いますよ、何言ってるかわからないですね。ということでパクリのこの麦鉄道は破壊しておきます。あーせっかく作ったのにもう爆破されたらこうするしかないな。ということで緊急会議を始めます。それでは加盟国が鎌倉幕府しかいない国連に向かいましょう。いやそれ意味あるのか？よし国連に到着しました。国連マジでしょぼいな。じゃあラルさん鎌倉幕府全員をとりあえず呼び出してください。オッケー。ゆでうどんと源頼朝とデコポンと、あれデコポン放置してる？デコポンが放置してるのは日常茶飯事なので気にしないでください。放置が日常茶飯事なの終わってるだろ。それじゃあ皆さん準備できましたか？これから第1回国連会議を始めます。議題は鎌倉幕府が保有している麦鉄道をお花畑組の春子とによって爆破されたことです。ということで私から一つ提案なのですが、罰としてお花畑組の領土を一部没収するのはどうでしょうか？え待ってそんなの反対します。ということでこの決議はこの国連加盟国のみで取ろうと思います。皆さん反対はありますか？まずいこれ国連に鎌倉幕府しかいないから絶対可決されるぞ。おいふざけんなそんなの不正だぞ。あらあらガイアが騒がしいですがまあ無視でいいでしょう。それではこの意見に賛成の人挙手を待って一人死んだんだけど。それじゃあ結果を発表します。賛成2票、放置と死亡で棄権2票、よって賛成の方が多いためお花畑組の一部の領土は没収させていただきます。その時って没収されるんだよな。でもそれって鎌倉幕府のってわけじゃないから勝手にお前らが使うなよ。もちろんです。え、ラルさん新しい帝国を作ってもいいですよね。いや別にいいけど今お前リーダーじゃん。いや新しい国を作ってもらうのはゆでうどんです。え、おい絶対お前ゆでうどんに何も伝えてないだろ。まあ大丈夫です。ということでゆでうどんには鎌倉幕府から抜けてもらってここでゆでうどん帝国を作ってもらいます。そして今日からこの畑の一部はゆでうどん帝国のものになります。いや別にいいけどさ、それ誰にメリットあるの？まあまあ話を最後まで聞いてください。そして今ゆでうどん帝国は鎌倉幕府の一部として合併、要するにこれからゆでうどん帝国のものは鎌倉幕府のものとなります。じゃあお前は今この畑を鎌倉幕府のものにするために適当な国を作ったってこと？おいそんなのずるいぞ。え？
でもルール的には問題ないですよね。ハルコトさん、リーダーたるもの頭を使わなきゃダメなんですよ。そんな脳筋で大量にインフラを整備するのは時代遅れですよ。ラルさん、こいつ本当に殴っていいですか。ハルコト、それこそあっちの思うツボだぞ。うおうおう、ふざけるなぁ。姑息な方法で畑を奪いやがって。じゃあこの動画の高評価が7000いったら返しますよ。だからなんだよその YouTuber システム。ラルさん、ちょっとハルコト呼んでください。ハルコトから危害を加えられました。なんだ今日ハルコト散々だな。はい、なんだ亀納豆。オタクのお花畑組の MK にうちの内沢帝王という馬を倒されました。おい、なんだ俺の本名を勝手に馬につけるな。ということでその穴埋めとして馬系のアイテムを補填してください。いや断るね。だってそれはこっちのチームが指示したわけでもなく勝手に MK がやったものだぞ。なるほど、そうやって言い逃れするんですね。ならば戦争だ。いやそれはお前じゃなくてリーダーのウッチーが決めることだろ。まあ確かにそれはそう。でウッチー的に戦争は反対？うん、反対なんだけどさ、今俺鼻血出てそれどころじゃないから、鼻血出てる間は亀納豆が自由にやっていいよ。え、うおうおう、戦争だお前ら。これこそ鼻血フィーバーだ。マジでなんでだよ。でもこれウッチーなしのニートダンがお花畑組に勝てると思わないんだけど。いやそこは安心してください。僕もそんなバカじゃないので対策は考えてあります。ということでヌビさん、お花畑組を討伐するために同盟を組みましょう。え、ちょっと待って、そんなことされると困る。うん、そうですね、同盟を組んで負けた場合俺たちもお花畑組に潰されかねない。もし同盟を組んだ場合俺たちのチーム鎌倉幕府はとんでもないリスクを背負うことになるでしょう。そうだ、やめた方がいいぞヌビ。でもここで同盟を組まなかったらお花畑組が一生天下を取ることになるでしょう。ということでニート団と鎌倉幕府で同盟組みましょう。よっしゃー、それじゃあ一気にお花畑組に攻めに行きますか。お前らとりあえず武装して荒らされないで盗まれないようにしろ。うわ大変なことになってきたな。よし、じゃあなんかアイテム盗んでいきますか。おい MK、 あいつ倒して物資取り返せ。わかりました兄貴。クソまずいな、全然追いつかない。ハルコト先輩まずいっす。あいつあえて畑の方に逃げて荒らしてます。ほんまや、奥で亀納豆も荒らしてるよ。じゃあ今日は終わりますか。お疲れ様でした。あー泣いちゃった。うん、めちゃくちゃ荒れてるな。もうやめましょうよ戦争。あ、戻ってきた。そういえばウッチーって戦争反対派だったもんな。まあさっき鼻血が出てたので権限を亀納豆に渡しただけだから、今は鼻血が止まった僕に決定権があるんですよ。ということで戦争終了。ごめん、また鼻血出てきたからやっぱり権限亀納豆に渡すわ。全軍突撃。お花畑組を壊滅させろ。オラー僕の狼、田中を倒せー。待って待って待って、ゆでうどん鎌倉幕府だよね。俺ニート団だよ。さっき同盟組んでたじゃん。なんで仲間同士でやり合っちゃうんだよ。ということで僕の鼻血が止まったので対象が亀納豆から僕に戻りました。まあでも今から亀納豆が和解対談してくれるみたいなので、僕はここで鼻血の機種を片付けて放置してたいと思います。お前マジで今日鼻血に翻弄されてるよな。ということでハルコトさん、これ以上攻められたら困るでしょう。なのでお花畑組の土地の一部と畑の一部、蔵と名札の賠償をしてください。そしたらこっちはもう攻撃をやめます。わかりました。それじゃあ畑とか蔵などはなんとかしますが、土地は建設予定の建築などもあるのでやめてくれ。うるせえ、負けた勢力が喋ってんじゃねえよ。理不尽すぎるだろこいつ。いやでもここが邪魔なんだよ。ニート団がここだから、そこの川を埋め立てられたせいで通れないんだよ。亀納豆にしては正論すぎるな。しょうがない、じゃあそこの土地を亀納豆も使えるようにしてやろう。こうして和解が成立した。ラルさん、今お花畑組ってボロボロじゃないですか。そうやね。で実は僕お花畑組に今属してるんですよ。ということで新しく独立してシニスタの勢力を作ります。入れるメンバーは？いません。でも名前だけは考えてあります。海鮮居酒屋です。絶対それ昨日私と行った回転寿司に影響されて名付けただろ。絶対すぐ潰れそうだなこの国。まあでも一人だと成り立たないから適当に入ってきた新規入れるか。はい緑色のやつ。はい二人目白黒のやつ。あでもラルさん、動画班いないのはかわいそうなので適当に誰か入れましょう。いやもう動画班は全員入ってるよ。ともきがいるじゃないですか。いやあいつ撮影来ないせいで視聴者知らないだろ誰か。じゃあ一応ともき入れとくか。いてもいなくても変わらんな。でしょうね。ラルさん大事件です。ネザライトがどこかに消えました。おい面白そうだから詳しく教えてくれ。もともとこのラージチェストに置いてあったネザライトインゴットが一旦保管しようと思って入れたら、さっきの戦争の間に急に誰かに取られたんですよ。でも戦争の時結構な人数ここら辺にいたから探すのは不可能じゃない？あ、それは僕が取りました。でも僕のネザライトインゴットもどっか行っちゃったんですよね。いやそれは俺が取り返しました。やべえどういうことかわからねえ。まあ簡単に説明すると、俺が持ってたのをシニスタが取って、それを俺が取り返して、その取り返したネザライトインゴットを誰かに盗まれたってことですね。おいなんで当然のようにシニスタ盗んでるんだよ。なるほど、じゃあ僕は関係ないってことですね。逃げるなアホ。まあでもあんな暴れまくってたところで誰が盗んだかはわかりませんし、盗んだ人はこっそり僕からルさんに囁きで教えてください。いやそんな簡単に自白するはずないだろ。え？やっと理解しました僕です。おい本人から本当に自白されたんだけど。
ということで誰が俺のネザライトインゴット盗んだの？すいませんラルさん、これ僕が盗みました。助けてください。これムビさんにバレたら殴られます。オッケー、ムビにバレないようにすればいいのね。よし、じゃあアブリサーモン指示するから私の指示通りに動け。イエスサー。じゃあまず盗んだネザライトインゴットはどこにある？ニート団の拠点の下の方にあります。よし、ここら辺にあるはず。めっちゃ深いところまで繋がってるなこれ。でこの土を壊せば、見てくださいラルさん、ここのチェストの中にあります。ガチすぎるやん。でこのネザライトインゴットをどうしたいの？別にまだヌビにこのことバレてないからこのまま隠し持っててもいいけど。いや僕は返しに行きます。盗んだことがバレたら僕が所属してるニート団とヌビ先輩の鎌倉幕府が戦争になりかねません。多分どっちも同じ強さぐらいなので結果的にお互い弱っちゃうんですよ。そしたら残ったお花畑組が覇権を握っちゃうじゃないですか。僕はお花畑組だけには覇権を握らせたくないんですよ。なんでお花畑組にだけ当たり強いんだよ。そういえばニート団の拠点の中だけチェックしてなかったな。こいつら地下メインだからワンチャンどっかにネザライト隠してるかもな。まずいバレそうになってるぞ。なんかここだけ土でできてるな。怪しいぞ。おーおー、隠しチェストあるじゃねえか。しかもここにネザライトインゴット入ってるぞ。うっちーやったな。いやこれに関しては知らないです。個人的にはアブリサーモンがやったと思いますが僕は一切関与してないです。え？おいこいつ自分の勢力のために知らないふりしやがったぞこいつ。いやー何言ってるかわからないですね。まあでもアブリサーモンのような気がするし罰しますか。うわー、うっちーさんに指示されたんです。いや全く記憶にないね。おいこいつ余裕で仲間切り捨てたって。というかお花畑組に戻ってきたけど、この春子と鉄道マジで一生進んでないじゃん。いやそれには深いわけがあって、またお花畑組の物資が全部奪われたんですよ。マジで窃盗多すぎだろ。わかった、じゃあ一旦みんなマイクラからログアウトしてくれ。もしまだバレてない悪さをしてますよって人だけ私がいいよって言ったら入ってきて。はい、じゃあまだバレてない悪さした人だけ入ってきて。おーめっちゃ入ってくるやん。なるほど、5人も懺悔することがあるのか。デラルさん何するんですか、早く教えてくださいよ。うるせえ、悪さしてるやつが切れるんじゃねえ。じゃあお前ら今隠してる悪さしたことを看板にかけ。ラルさん複数ある場合はどうすればいいですか。そしたら複数看板用意すればいいだろ。そしたら20個ぐらい看板作ることになるけど、それでも大丈夫ですか。あー終わりだ、極悪人がいるわ。わかった、じゃあ今お前らがまだバレてない一番悪いものをかけ。じゃあまずシニスタから。追加輝くイカスミを一つ盗んでしまいました、本当にすみません。おい、この看板にイカスミ使わなければ盗まなくて済んだだろ。はい、次でコポン。やっとテクト農業用の骨粉取ってやったう。普通に悪質やんけ。そして次は源頼朝。一人の時に植物系全部盗んでコンポスターに入れました。ちなみに骨が足りなかったとか。いや理由なく全てぶち込みました。まずいガチサイコパスだ、こいつに近づくな。ラルさん助けてください、全ロスしました。あーかわいそうだな。なのでやられた分のアイテムくださいよ。いやだってそれってただただシニスタがミスって全ロスしたんでしょ。うん、それは自己責任なので補填はしません。あーそんなこと言っちゃうんですね。もうやみました、やみました。いや多分やんでる暇なんてないぞ。現在進行形で強盗されてるぞシニスタ。クソゴミみたいなもんしかねえけど、使えそうなものは全部盗んでくか。じゃあラクスラズリだけもらってくよ。あー唯一の功績が。うわあ、ラルさんやばいです。ニート団の物資が全部盗まれました。おいなんで窃盗ばっか起きるんだよ。ほら見てください、倉庫だったここにはチェストはもうなくなってるし、地下の物資もすべてなくなってます。終わりで草。あのまずいです、すべてのチームのチェストがなくなってます。え、鈴鹿さんのお花畑組は？全部チェスト消えました。 NB の鎌倉幕府のところもなくなってる？はい、今成立してる全チーム、鎌倉幕府、お花畑組、ニート団、すべてのチームの物資がなくなってます。あごめん、うちのチームの物資が残ってない。ゴミはチームでもないから。まあシニスタの海鮮居酒屋っていうチームはチームと言えるか、怪しいしな。ってことでこれ誰か黒幕います。誰か盗んだんですよ。ちなみにラルさんは知らないかもしれませんが、チェストだけじゃなくてこれ畑とか動物とかのチェスト以外の物資も荒らされまくってます。うわ終わりだ。一応シニスタの海鮮居酒屋も荒らされてないか確認するか。あれ？シニスタこのチームって畑ある？ないです。チェストは？ないです。動物は？僕を動物とカウントするなら一つです。本当になんもねえじゃねえか。ということでラルさん黒幕を探しましょう。いや黒幕探すのはいいんだけどさ、今回全員被害に遭ってるし、なんか手がかりもないから探すの無理じゃない？いやまあナチュラルサイコパスの源頼朝がやった可能性はあるけど。いや今回僕は真面目に手がかりを持ってます。さっき全部のチェストが消えたって言ってたけど、あれはフェイクで、実は唯一鎌倉幕府のゴミ箱として使われているチェストは残っていたんですよ。ちなみにそのことを知っているのは亀納豆と鎌倉幕府だから、このことを知らない鎌倉幕府と亀納豆以外が怪しいんですよね。あーなるほどね。あのラルさん白状します。一旦僕とのディスコの DM 見てください。ちなみにニート団のみんなと泥棒してます。一人でやってるわけじゃないです。ニート団以外でしてる人はいないはず。じゃあこれはヌビに秘密にしといた方がいい？お願いします。ちなみにニート団で計画を立ててみんながいない時間を狙って盗んだんですよ。頑張って計画立てて盗んだ人の気持ちを考えてくださいよ。まずは盗まれた被害者の気持ちを考えろ定期で。ちなみに今ニート団が三大勢力の全物資を取ったっていう解釈で OK？ そうです。でもこれをやったのは物資を取るためだけじゃなくて、全
物資がなくなったらニート団以外のチームの勢力の資産はほぼ時だけになるんですよ。で見ればわかる通りここら辺なんて無限に時があるから、タイミングによっては誰かチーム内から独立しそうな感じがするんですよね。特にリーダーが無能なお花畑組とかから。いやでもそれはないでしょ。ラルさん独立したいです。フラグ回収発射。いやだってお花畑組のリーダーって実質僕だったし、もうすべて失ったお花畑組に残ってる必要なんてないじゃないですか。ということで今回からここに春子と新選組を建国します。ということで麦さん、うちの国と不可侵条約を結びませんか？いや無理。え？いやだって僕実質的にお花畑組のリーダーだったんですよ。いやだからだよ。物資奪われる前からお花畑組は人が多かったのに弱かったじゃん。それってリーダーとしての適性が春子とにないから失敗したからさ。そんな人が新しく国立てて成功すると思えないんだよね。ラルさん、麦の住所教えてくれませんか？今から殴りに行きます。早まるな春子と。まあ麦とは条約結べなかったけど国としては認めてくれますよね。ああまあ国の最低条件が揃ってればいいけど、国民はいるの？僕は国民としてカウントできませんか？なるほど、国民すら集まってないと。いや僕が春子と新選組に入ります。え、お前お花畑組だったよね？いやそうだったんですけど、お花畑組から春子とが抜けたらもう終わりなんですよ。オーダルミン、確かに春子とはゴミみたいに運営が下手だけど鈴鹿さんよりはマシかなって。まあゲノゲにいるよりかはゲノ中に行った方がいいかなって。なんか春子とのこと信頼してんのかバカにしてんのかわかんねえな。で鈴鹿さんは今どんな気持ちですか？有能なお花畑組のメンバーが二人も一気に抜けて、独立してやったぜー。いやお前はさっきまで独立できるか怪しかっただろ。ラルさん、私はもう改心しました。これからは動画班に車両を丸投げして裏でバロラントをしません。おう、でちなみになんか作戦とかはあるの？武力です。人は倒せば死にます。なので目の前の人を倒していけば私がトップになれます。とんでも理論だな。おい麦勝負しろ。お前をここで倒して鎌倉幕府を潰してやる。え？マイクラ PVP めちゃくちゃ下手な鈴鹿さんが？鈴鹿さんが僕に勝てるわけないじゃん。おらー。あ、待って思ったより強い。うわー。やっぱ武力が正義だ。ラルさんご報告があります。この度この私デコボン、麦の鎌倉幕府を抜けて鈴鹿さんのお花畑組に入ることになりました。いやまあ本当に鈴鹿さんが好きだから行ったとかそういうことはなくて、まあ鎌倉幕府に人が偏りすぎたからバランスのために動いたとか、えって別に鈴鹿さんが好きだからとかではなくてく。絶対お前鈴鹿さんに釣られてお花畑組行っただろ。え、こんなこと麦は許していいの？そいつ結局働かない自堕落なやつなのでいりません。あー見捨てられてた。ハニートラップだろこれ。にしてもみんなは知らないけどニート団が全部奪ったせいで何もなくなっちゃったな。うん、てかそういえばニート団が物資全部取ったならなんでニート団のところに物資がなかったんだ？あいつらもみんなと同様空っぽだったはず。フラルさんもようやく気づきましたか。それじゃあ亀納豆のところに TP できてください。なんか不思議とは思いませんでした。パート4まで行ってみんなは発展してるのにニート団の拠点だけあんな小さいの。そう、我々はずっとこの地下に隠していたんですよ。我々の真の味とね。ということでラルさん、これが僕らの隠し拠点です。ガチで隠し拠点なので左上の座標は見えないようにしといてくださいね。もしかしたら他の勢力がこの動画を見て襲ってくるかもしれないので。オッケー、じゃあ忘れなければモザイクかけとくわ。絶対忘れるやつですよねそれ。それじゃあラルさんスニークしながらこっちに来てください。え、別にいいけどなんで？スニークしないとネームプレートが表示されてバレちゃうんですよ。なので我々ニート団はここで生活するときは基本的にスニークして動いています。確かにバレないけど不便すぎない？ラルさんそんなこと言ってたら着きましたよ。ここは草原エリアです。地下の中に住んでいると暗くて鬱っぽい気持ちになる傾向があるんですよね。それをここで解消してもらうために我々は疑似的な草原をここで作成しています。いやマイクラやってて鬱っぽい気持ちになるなら普通に PC から離れて外で遊べよ。ラルさん、うちの参加勢が外に出て遊ぶ姿を想像できますか？全員引きこもり陰気ですよ。ごめん、私が悪かったから許してくれ。そして次は非常事態用の狼収容所です。もし侵入者が入ってきた場合はこいつを一気に放って対抗します。なるほど、じゃあセキュリティ的にもバッチリなのか。そして次はここの水流エレベーターでいろんなところに行けます。発展しすぎじゃね？だってこれ多分見る感じここ地下でしょ？何お前らだけで都市開発でもしてるの？あと言い忘れてましたけど、こっちの方に村人も大量にいますよ。念のためゴーレムも配置してます。ああ本当にここだけぶっ壊れてるよ。え、じゃあお前らこんな物資持ってる状態で全勢力の物資取ったってこと？いらないだろ、すでに持ってんだから。何言ってんですか。圧倒的な力を見せつけて相手を降伏させて全勢力を統一するのが目標なんですよ。エグすぎだろ。それじゃあ下の方を見に行きますか。いやはぁ、バカかお前ら掘りすぎだろ。もう今ので確信したわ。どうせこれ中もとんでもないことになってるだろ。あのラルさん興奮してるところ申し訳ないんですけど、もう一回降りないとつかないぐらい深いです。あーもう発展しすぎて意味わかんねえわ。
クソ、そんな物資持ってるなら装備渡さなければよかったわ。誰だお前。僕のことをご存じないんですか。僕は新しく入ってきた新生のゴミですよ。なんだゴミなんて無限にいるから覚える必要ねえわ。しかしこのアズキトールという人物が後に新ラルクラの勢力争いにおいて最も重要な人物になるとはこの時は誰も知る由もなかった。ラルさん、そんな迷ってないで来てください。うるせえ、迷うほど広いのがおかしいんだよ。そもそもなんだよ水流エレベーター2つ通さないと移動できないって。よし、やっと着いたぞ。この水流エレベーターに乗れば着けるはず。え、うわぁ、ウッキーさん、侵入者です、侵入者です。鎌倉幕府のヌビがニート団のアジトに勝手に入ってきてますよ。いや NK 回線よ。は別に今気にすることじゃないだろそれ。いやたまたま見つけちゃったんですよねこのアジトを。まずい、亀納豆そこで吸ったってないで、さっさとこいつを倒さなきゃ。いや逆に倒さずに生け捕りにした方がいいかな。え、亀納豆お前なんで突進して。いやすでにヌビとはもう同盟関係結んでますよ。ニート団と鎌倉幕府は実は協力関係にあったんですよね。え、そことそこ同盟組んでたの？ラルさん思い出してみてくださいよ。前のパートで炙りサーモンが窃盗したのになんで戦争にならなかったと思いますか？なんでニート団と鎌倉幕府は徹底的にお花畑組を潰そうとしてたと思いますか？それは我々が裏で繋がってたからですよ。でももう気づいた頃には遅いでしょうね。春子と新選組やお花畑組はもはや壊滅状態。崩壊してうちが天下を統一するのも時間の問題でしょう。うん、えぐいな。見てくださいこの大絶景。我々はもう竹を生やしてエンジョイする余裕すらできています。いやまあこれが大絶景かはわからないけど、確かにあっちの勢力より100倍余裕あるな。あとラルさん、こっちの方にも来てください。実は鎌倉幕府の拠点もあれはカモフラージュで、本当の拠点はニート団と同じようにこのように地下に隠されています。そしてニート団とは違って、こっちは畑などの食物栽培がメインになっており、ニート団と協力することで効率よくお互いの足りないものを補い合っています。そして見てくださいこのチェストを。大量の TNT と毒のスプラッシュポーション。ニート団が大量の狼を配置しているように、我々も侵入者対策として超強力な武器を大量に用意しています。あれ？なんかうちの拠点から骨が消えてますね。え、まさかまた窃盗？いやうちのチームには資源を大量に使いすぎちゃう人がいるので多分違いますね。あいつはよくネザーにいるからちょっと見に行きますか。一応唯一うちの勢力だけがネザーを開拓してるんですよね。見てくださいデザインにもこだわってるので、ちゃんと綺麗な石が床になってますよ。もうすげえなって言葉しか出てこないわ。ラルさん大変です。うん大変って言ってる割には後ろになんか変な建築建てて平和そうに見えるけどな。いやこれは変な建築なんかじゃないです。この封印が解かれたらゴラヤンとのコラボ撮影で登場してたラルキルの巨人が復活してしまいます。視聴者誰も覚えてないだろあの像のこと。あとお前これ骨ブロックで作ってるよね。さっきヌビが急に骨ブロックが消えたって言ってたけどさ、もしかしてお前これ遊ぶためだけに骨ブロック大量に持ち出したりした？いや何言ってるかわからないですね。あーこいつやったな。ラルさんついてきてください。実はお花畑組も隠し拠点があります。座標は絶対に公開しないでくださいね。物資が良すぎてみんな突撃してくると思うので。はいこれです。さっきの見た後だとめちゃくちゃしょぼく感じるな。クソ、絶対紹介してもらうタイミングミスったわこれ。あとここ偏僻すぎるけどみんな来るの？いやーなぜかみんな来るのめんどくさがってこないんですよね。10分ぐらい走れば来れるのに。いやだろ村人との交易のために往復に10分かけるの。あでも一応ちゃんとお花畑組にも隠し拠点はありますよ。さっきのはユエトンが勝手に作ってるだけなので。うおーちゃんとエンチャント設備整ってるじゃん。お花畑組にしてはすごい。なんかバカにしてませんその言い方。いやしてないよしてないよ。まあいやということでお花畑組の倉庫に到着です。物資少な。ほらやっぱりお花畑組のことバカにしてますよね。いやだってさ、ほぼチェストの中身空っぽやん。しょうがないじゃないですか。なんか物資の強奪にあって全て失ったんですよ。あそういえばそっか。えってことは強盗をしたのはニート団だけど、ニート団と鎌倉幕府は同盟を組んでるから、実質これ春子と新選組とお花畑組が被害に遭っただけなのか。というかなんで鈴鹿さん急にしゃがんでるの？今上にヌビの ID が一瞬見えたんですよ。そして見えた後からそこら辺をうろちょろしてるから、多分ここにお花畑組の隠し拠点があること感づかれてます。え、窃盗されたってことはもうここバレてるんじゃないの？いやここは窃盗された後にセキュリティを強化しようと思って作った場所なので、まだ一応お花畑組以外にはバレてないです。ラルさん来てください。さっきは紹介し損ねましたが、我々は特殊な食べ物も栽培しています。見てくださいこの赤いキノコ。これはキノコなのか？全く持って食べれる気がしないんだけど。いやこんな風にポーションと混ぜることで使えるんですよ。そしてそこにフグもミックスします。そしたらなんと水中呼吸のポーションが完成します。ちなみにレッドストーンを混ぜることによって効果時間を延長することもできます。なんだ気合で食いましょうとか言うのかと思ったけど真面目じゃん。俺をなんだと思ってるんですか。ヌビさんお話があります。我々の敵対国であるお花畑組は未だに解体する素振りすらありません。そうですね、こうなったらもうあれしかないですね。ですね。電線だー。あの待って、勝手に回線しないで。お前ニート団のリーダーじゃないでしょ。お前に戦争するかどうかの決定権ないから。いや僕をニート団の外交官にしてくれるって前言ってくれたじゃないですか。外交官が他国と話したりして何が悪いんですか。いや外交官の独断で戦争を始
始めるのは問題があるだろ。確かにそれはそう。そもそもなんでそんな戦いたがるんですか。軍国主義だよ軍国主義。今は我々の方が強いなら弱い方を潰すのは当然でしょう。でもそんな無理やり倒さなくても内部から反乱を起こせば。うるせえ偽善者はこれでも食らっとけ。うわあ、クソお前ら裏切りやがって。まあしょうがねえとりあえず話だけ聞いてやるか。あのさっき食らった毒まだ続くんですけどこれいつ終わるんですか。レッドストーン混ぜてるのでだいぶ長いですよ。ふざけんなお前。この戦争が終結したら国連を作りませんか。国連を作って世界の平和の秩序を保ちましょう。そしてそのためには世界各国の国が統合することを強く望みます。あらでも春子と新選組とお花畑組はあまり協力的でないみたいですね。当たり前だろどうせ協力って言って絞り取るだけ絞り取られるんだろ。物資を勝手に盗んでいった奴の仲間が言ってることなんて信用できるか。まあ我々の最終目標である全勢力統合に反対するお花畑組は秩序を乱す悪者と捉えて問題なさそうですね。まあそれだったら我々ニート団も協力を惜しみません。それじゃあやっちゃいますか。全勢力統一のための最終決戦を。ということでまあもう戦争はするとしてお花畑組はどうしますか。まあお花畑組の人数は6人。ここはニート団と鎌倉幕府で半々して3人ずつ分け合うのが妥当でしょう。いやなんで戦争前に私たちの勢力の分け合いの話してるんですか。そんな簡単にお花畑組に勝てると思わないでくださいね。いやそれは勝てる。は？なんか鈴鹿さんってリーダーだけど働いてないしチームに入れるだけマイナスですよね。それはそう。マジでボコボコにしてやるからなお前ら。それじゃあそろそろ分からせちゃいますか。僕たちニート団、鎌倉幕府の方がお花畑組より格上だということ。モーラルさんはここにいなくてもいいですよ。あっちで哀れな鈴鹿さんを励ましてあげてください。いや別に鈴鹿さんもそこまで絶望してはない。ラルさん、もう私は罪ですよ。私の仲間であったデコポンも今日は撮影に来ておりません。もうお花畑組の戦況は絶望的でしょう。めっちゃ諦めてる。おいデコポンの墓を壊すなバカ野郎。よし書き換えて、これでもう私が思い残すことはありません。頑張って戦えバカ野郎。それじゃああと30分後に試合開始です。試合形式は対象を倒したら勝利です。なのでそっち側は鈴鹿さんが倒されたら負け、こっち側はゆでうどん、ヌビ、そして私を倒したから勝ちです。なんかそっちだけ多いのずるくね。まあ正直ずるい。お前そんな不正みたいなことして勝って楽しいのかよ。さっきまでそんな余裕こいてたならリーダー減らせよ。いや別にルールに基づいてゆでうどん帝国と鎌倉幕府とニート団のリーダーにしてるだけですけど、ルールに文句言うなんて随分偉くなったもんですね。お前マジでツイッターで晒して炎上させてやるぞ。どっちも陰湿だな。まあまあルールに基づいたとはいえそちらが納得しないのは承知しました。それではこちらも対象をヌビと私だけにするので、そっちも対象を2人選出して大丈夫です。じゃあ僕クビってことですか。お前は形だけの対象なんだから黙ってろワーホ。じゃあうちの対象どうします。今来てるのは私とユイトンですね。二人しかおらんの？そうっすね、二人しかいないです。あ、あとスカイヒカリっていうゴミが一人います。どうもスカイヒカリです。アニメが好きです。聞いてねえよアホ。でちなみにあっちのチームは何人いるの？ある程度の予想にはなりますが7人かと。で物資も負けてるのか。うん負けたね。あなたが諦めたらもう終わりですよ。まあでもなんとかなる可能性が二つあって。一つは戦争の1時間をひたすら逃げる。まあ途中でいろいろ対策されるかもしれませんが逃げ切るのだったらまだ可能性があります。そして二つ目は勝つことです。いや勝てなくね。今回はユイトンがいます。そいつはエンドラ討伐RTA のうまいプレイで生きってるクソ野郎で、10ヶ月前に動画犯人いましたが自ら重傷晒してバンになった人です。あらかわいそうに。お前がバンしたんだよ。でもそれだと勝てなくない？まあそしてラルさんも入ってもらいます。悪いけど私戦力にならないぞ。いや参加ぐらいしてくださいよ。いや参加はするよ。でも私弱すぎて速攻でやられるから、いてもいなくても変わらないよ。いつも日本のドリームとか言ってるじゃないですか。バーカそれ信じてるのお前だけだよ。まあでも一時期ヒカキンを抜いてマイクラ再生1位になった私、ここでマイクラ実況者としての意地を見せてやる。ラルキル、それじゃあそなたにこのエンダーパールを授けよう。クソ一個かよしょぼいな。お前マジで殴るぞ。鈴鹿さん弓作りたいんだけど糸ってある？うん糸は上にあるかな。てかなんかや落ちてるやん。お花畑組物資不足だから助かる。え？おい向こう側から亀納豆が撃ってきてるんじゃねえか。へっへっへ、試合開始前だけど撃ってダメージ与えてやるぜ。おいお前それルール違反。いやラルさん、あえてここは言わないでおきましょう。うちら物資不足なので相手を挑発して落ちてきた矢を拾いましょう。おいこじきプレイにも程があるだろ。ということで始まったけどどうしようこれ。待って、私最終回で初めてモンスターハンター達成してるんだけど。いやなんで最終回で始め、うわあ、なんか誰か透明化で襲ってきてるわ。待って待って待って、さっきすぐやられるって言ったけどこんなノータイムでやられるのは嫌だ。逃げろー。ふうなんとか海の中に逃げればいけそう。よしよし、ちょいちょい顔出しながらポテトを食して回復しますか。へっへって、お前らどうせついてこれないだろバーカ。よしこんな風に囲っ、お前ついてきてるやんけー。おい
い、しかも亀納豆じゃん。そしてその後は亀納豆が何もないところで無事自爆し、鈴鹿さんがヌビに追われまくったり、敵がユエトンと相乗りするも、ユエトンの超スピードのグリッチを使われ逃げられたとさ、めでたしめでたし。何もめでたくないんだよな。試合結果としてはお花畑組の逃げるスキルが高すぎて、まさかの引き分けとなってしまいました。ということで昨日は結局決着がつかなかったですね。なんだお前見たことない装備着てるな。あ、この装備は新しいバージョンで追加された鍛冶型で模様をつけたネザライトですよ。なるほど、わからんけどなんか強いことはわかったわ。で昨日結局戦争終わらなかったけどどうするの？ラルさんちょっと待ってください。その前に報告することがいろいろあります。昨日の戦争は正直失敗でした。ということで我々鎌倉幕府とニート団はより結束を強めるために鎌倉幕府とニート団を合併して鎌倉ニート団を作ることになりました。おお、そこ間違いなく最強の勢力だな。それじゃあ外交官の自分から国の統一の経緯を説明させていただきます。経緯としてはですね、ゴミの小豆トールに鎌倉幕府の拠点がバレてしまって。え、ゴミにあんなしゃがんでまで隠してた拠点がバレたの？いや実は俺もそれに関してはガチの想定外で、もともとつながりがあったニート団の隠し拠点に鎌倉幕府の人員と物資を移動させたんですよ。でじゃあその時にもう合併しちゃうかって感じで合併しました。ちなみに俺は小豆トールとエンチャボンを密売してます。ダイヤめっちゃくれるって言うからやっちゃった。そしてなんとなんですけど、ニート団の拠点も小豆トールにバレました。あずきトールってゴミだよね。ゴミです。でちなみに所属はどこ？春子と新選組です。ああ、もう鎌倉ニート団に敵とすら扱われてないかわいそうなところね。そいつそんなところに置いておくのもったいなくない？だって一人で鎌倉幕府とニート団を動かしたんでしょ？そいつ絶対独立するべきだろ。であずきトール独立しない？絶対そのスペックで春子と新選組にいるのもったいないよ。いや独立しても鎌倉ニート団には絶対勝てないですし。いや今春子と新選組にいる方がヤバいだろ。春子と新選組とかマジで鎌倉ニート団が潰そうと思えばすぐ潰せるぞ。もしアズキトールが独り立ちしたら鎌倉ニート団は同盟結ぶよ。もし独り立ちするんだったら俺も春子と新選組を辞めてアズキトールさんについていきます。じゃあシニスタが行くなら僕もついていきます。トモキは今から入っても意味ないだろ。あ、アトラルさん、アズキトールの話よりだいぶ重大なことがあるんでこっち来てください。見てくださいよこの看板、意味ありげに春子と新選組の前に置かれてなんか暗号みたいじゃないですか。確かに。まあでもこういう系の謎解きは私向いてないから誰か解ける人が解いてくれ。これが後に大きな戦争の伏線だったとはこの時誰も知る由がなかった。わかりました。それじゃあ僕はアルティメットズワイガニキノコ王国で省略してアズキ帝国でお願いします。おいね。でも国民と土地がないんですけど大丈夫ですか？まあ土地はこの消えた海鮮居酒屋のところを使えばいいし、アズキトールだったらゴミにしてはとんでもないほど人望厚いから無限に来ると思うよ。いや来ますかねー。一人目来たよ、ジャリップ。こいつはフォートナイトの頃から私を見てた超子さん勢ですね。よろしくお願いします、ジャリップです。あきっていいですね。まずい、私を1年近く見てたせいでちゃんと頭おかしい。どうもレッピーです。声はラルキルがミスって男にしていますが実は女です。ラルキルってとんでもないやつだな。いやお前がラルキルな。いやでも霊夢はラルキルではないのか。ラルキルは概念なのか、それとも実在。いや深く考えすぎだろ。それじゃあヌビの鎌倉幕府は黄緑だから被らないように緑色のやつあげるよ。ラルさん、うちのチームが緑色をすでにもらってます。うるせえ、衰退した春子と新選組は黙ってろ。理不尽すぎるだろ。じゃあ月がリーダーだし色は紫にしますか。紫はうちのゆでうどん帝国がすでにもらってます。うるせえ、形だけの強豪国にすり寄ってる一生自立できない国家は黙ってろ。めちゃくちゃ言いますやん。じゃあ白色にするか。おいお前、白は海鮮居酒屋のものだぞ。滅亡した国は黙ってろ。おいアズキトール、鎌倉ニート団からお前に話がある。鎌倉ニート団とアズキトール帝国で同盟を結ばないか。いやでも僕のところさっき作ったばっかの弱小国家ですよ。しかしお前は一人で鎌倉ニート団とやり合うぐらいの力がある。その手腕さえあれば一気にのし上がっていくのも時間の問題だろう。なるほど。ちなみに同盟の詳しい内容って何ですか。そうだな、今実は国連というものがあって、その中では鎌倉ニート団が分裂してゆでうどん帝国鎌倉幕府ニート団という形で動いていて、よかったらそこにあずき帝国も加わらないかという感じの提案だ。もちろんみんなの意見を大事にして誰かの不利益にならないようにちゃんと物事は多数決を取って行う。いくらでかい国がいようと多数決は絶対だ。どうだアズキトールは興味あるか。うん、強豪国家の言いなりにならないのは魅力的かもな。ただその時アズキトールに電流走る。あれでも多数決ってことは鎌倉ニート団が裏で口裏合わせてたら僕の勝ち目はなくないですか。もしかしてあなたたち同盟という名の搾取を行いたいだけでは。正直鎌倉ニート団がわざわざ対等な立場になろうとしてるのは怪しかったんですよね。もともと対等な立場だったお花畑組も僕劣非道な手で落としましたし。だ、確かにお花畑組にそのようなことはしたが、アズキ帝国にそんなことをしようとは。この男、嘘である。同盟という形だけのものを結び多数決でアズキ帝国を実質的な奴隷にしようとしていたのである。しかして納期が完璧なまでにバレてしまったアズキトールにもうこの交渉は不可能。わ、わかった。じゃあちょっと不可侵条約だけ結ぼう。それでいいな。はい、それで大丈夫です。奴隷計画、失敗。それじゃあ春子とお前の勢力とも同盟を結びたい。食料を毎週最低にスタック提供します。
そう、これが搾取されすぎた者の末路である。搾取されることが日常になっているため彼らの頭には交渉という言葉が存在しない。彼らの頭にあるのは、現状、その一言のみ。彼らは搾取のされすぎによって自分らは奴隷ということに何も疑問を抱けなくなっている。こうなったらもうお手の物。食べ物は足りてるからいらないかな。欲しいのは鉱石だね。あっちは鉄を大量に集めてきます。いや、ナンセンスだねそれは。鉱石と言ったらダイヤでしょ。毎日1スタックのダイヤね。え、そう、鎌倉ニート団は分かっている。奴隷をどこまで働かせるべきかを。決して休みを与えるような量ではなく、しかし実現不可能な量ではない。人間を最大限奴隷化する適切な仕事量を。彼の顔にはもう彼の感情はない。あるのは仕事をするという奴隷精神のみ。奴隷計画、大成功。というかなんか今緊急で味方から連絡が来たんだけど、なんか春子と新選組がめちゃくちゃ攻撃されてるみたいだよ。え、ちょっと待って、じゃあこんなところにいる場合じゃない、拠点に戻らないと。それじゃあちょっと春子と新選組の拠点前で再集合しますか。ということで春子と新選組の前に着いたけど、やっぱりこの看板意味ありそうだな。これもしかして元素記号じゃないですか。元素記号ってどういうこと。例えば56と20、元素記号だと56はバリウムで BA、 その上の20はカルシウムで CA。 このバリウムとカルシウムを足すと、分かって読めません。え、お前天才か。そしたら2行目はナトリウム、ウラン、ホウ素、ヨウ素で麦ってなりますよね。そのまま行くと34行目は戦争しない、ニート団よりと読み取ることができます。ちなみにこの看板は読み解けた時点から効力を発揮します。ってことはこれはニート団のもので、春子と新選組に置いてあったから、ニート団から春子と新選組への宣戦布告ってこと。ふっ、気づいた時にはもう遅い。お前らはすでに大量の鎌倉ニート団のメンバーに囲まれている。やっぱり大将を呼び出しておいて気をそっちに向かせたのが正解だったな。というかこれ全然敵いないじゃないですか。みんな脱退してもぬけの殻の春子と新選組にこんな警戒しなくてもよかったんじゃないですか。いや、油断するな亀納豆。我々が危惧しているのは春子と新選組ではなく小豆帝国だ。で、それってどういうことですか。過去に小豆とオルは春子と新選組にいたことがあり、独立することも躊躇していたことから、少なからず春子とにリスペクトを持っている可能性がある。そして目の前でそのリスペクトしてる人が無残にやられそうになってる姿を想像してみろ。小豆とオルの場合、戦争に参入しかねない。その通りです。小豆帝国、春子と新選組側に参入します。待て、それだとさっき結んだ不可侵条約に違反するのでは。いや、戦争の場所は春子と新選組なので、土地問題は起こらないはずです。そう、ヌビさんどうしますか。小豆帝国、お前とは仲良くできそうだったのに残念だ。戦争開始だ。お前を叩き潰してからお花畑組を潰してやる。ラルさん、今春子と新選組と小豆帝国 VS 鎌倉ニート団じゃないですか。どうせだったらこれを花畑組も入れません。確かに一チームだけ入れないってのもあれだし、入れるか。じゃあリーダーの鈴鹿さんは。彼女は今配信中なので俺が行きます。いや、お前はすぐマイクラ放置するからダメ。じゃあ前回の戦いにもいたユイトン頼む。オッケーです。ちなみにユイトンは革命側の小豆帝国と絶対的王者の鎌倉ニートのどっちにつきたい。そうですね。ここで革命側に入らないで僕が絶対的王者の方に入ったら 99% 王者の方が勝ちますね。個人的には革命側の方が勝に合ってるし、過去にお花畑組はニート団から被害を受けてるので、革命側につこうと思います。うおーおー、ありがとう。うわ、大将小豆とおるか。え、いや、小豆とおるには物資奪われたことあって、個人的な恨みでやっぱり絶対王者の方つくわ。そう、この男ユイトン、過去に VC の空気が悪くなるほど小豆とおるに対してのヘイトが高かったのである。彼のエンドラー RTA で積み上げてきた高すぎるプライドに傷をつけたら、もう止まることはできない。プレイスキルで彼を一瞬でも上回ってしまった瞬間、彼はそいつを敵とみなす。要するに彼の中での小豆とおるは間違いなく敵、いやもはや排除すべき対象と言った方がいいだろう。ということで、ラルさん、もう僕は鎌倉ニート団につきます。もともと春子と新選組がどうなろうと知ったこっちゃないし、小豆帝国が潰れてもどうでもいいです。それじゃあラルさん、戦争が始まりますね。うちは不死のトーテムが無限生産できるので負けることはないでしょう。じゃあちょくちょく搾取しながら、まだ小豆帝国潰さなくてもいいんじゃない。いや、小豆とおるには到底ゴミとは思えないリーダーシップがあります。味方につけておけば優秀ですが、牙を剥いた瞬間強大なライバルになり得ます。ここで目を摘んでおくのが最適でしょう。幸いなことに彼の仲間はゴミばっかりです。戦争前なのにテトリスみたいな建築を作って遊んでるし、ニスタや負けを確信して戦う気すらない春子と新選組の大将の春子と、そして彼もバカじゃないので気づくでしょう。この戦い 99% 勝てないことに。そして彼はこうするでしょう。これは無理そうだな。しょうがない演技はあるが、春子と新選組は見捨てるか。こうなったらチャンスです。我々鎌倉ニート団は小豆帝国に宣戦布告をします。え、ちょっと待って、これで彼らは途中で逃げられなくなりました。また我々が小豆帝国の拠点に侵入して荒らす大義名分もゲットしました。あとは仲良くお花畑組と2つの組を潰すだけです。イエーイ、行くぞー。今からそっちの絶対王者側につくことはできないですかね。いや無理だね。二度と反乱を起こさないためにも、鎌倉ニート団に逆らったらどうなるか見せてやる。そして試合としては、春子と新選組と小豆帝国の惨敗。春子とは自身の無力さ
による罪悪感から味方のゴミノーベリザに倒してもらい自決。アズキトールも自信の高すぎるプレイスキルを使って大人数からなんとか逃げるも、さすがに攻撃できるほどの余裕はなく全く敵は倒せなかった。というかゆでうどんの花火で5人ぐらい死んでた。もはやゆでうどん革命側だろ。そして海の中で最後を迎えましたとさ。これにて戦いは終結。ということで今回のマインクラフトは、人民会議をやっていく世界。それじゃあやっていくにょーん。いやなんすかこのテンション。うるせえ敗戦国は黙ってろ。まあ真面目なことを話すと、今回の戦争で負けたアズキ帝国は我々鎌倉ミート団の植民地ということで。いいね。そしてもう一つ提案があって、ゆでうどんを植民地の管理者にしましょう。あまあそれぐらいだったら簡単にやりますよ。このゆでうどんにお任せください。いや管理はアズキトールにやってもらうよ。だってゆでうどんはさっきの戦いで味方5人どころか8人ぐらい倒したし、こんなやつ管理者に回らせたら植民地自体が崩壊するだろ。なので基本的に植民地の運営はアズキトールに行わせて、ゆでうどんは反乱を起こさないか見る役割。じゃあ僕はアズキと一緒に反鎌倉幕府ばっかのところで働くってこと？そうだ、あの戦いで一番鎌倉幕府の人間を倒したのはお前だからな。味方の皮かぶった敵じゃねえかマジで。てか我々お花畑組も戦争を手伝ったのに何の報酬もないんですか？今の話を聞く感じ、アズキ帝国を完全にそっちの鎌倉ミート団の私物化するみたいに聞こえるんですけど。あ、じゃあそっちに春子と新選組あげるよ。なんでですか、もうちょっと真剣に考えてくださいよ。明らかその二つの勢力戦力差あるじゃないですか。うん、じゃあしょうがないな。ヌビ早いけどやっていい？いいよ。ということで我ら鎌倉ミート団、お花畑組に最後の宣戦布告をします。え？最後？そうです、今春子と新選組はお花畑組に、アズキ帝国は鎌倉ミート団に取り込まれて、残る勢力がこの二つとなりました。言ったでしょ、我々の目標は最初から統一だって。お花畑組と協力してわざわざこいつらを残しとく理由なんてないんですよ。もちろんユイトンがアズキトールを嫌いなことは知っていました。なのでこっちに仲間になることも分かっていたので、あえてこの戦いに混ざらせました。それじゃあもう行きますか、本当の最終決戦へ。アラルさん、ここ広告挟んだらめっちゃ再生されそうじゃないですか。お前の今の一言で雰囲気ぶち壊れだよ。ということでラルさん、おはようございます。あー、おはよう、おはよう。結局最終決戦だし、あの戦いから数日明けたね。でなんかあった？鎌倉ミート団から裏切り者が出てきました。まあ大体チャットで誰がやったかわかると思いますけど。あー、ゆでうどんがやらかしたんだなこれ。そうです、ゆでうどんとあともう一人が裏切りました。まあ多分アズキトールでしょ。そうです、正直あのアズキトールが最終決戦を黙って見てるわけないだろうとは思っていたんですけど、まさかゆでうどんと組まれるとは思いませんでしたね。でゆでうどんくん、うちの物資奪ったよね。とりあえず返してくれないかな。いやです、このエンダーチェストに入ってる物資は返しません。そのエンダーチェストを壊しても後でアズキトールから借りてアイテムは出せるので無駄ですよ。じゃあ分かった、私から一つ提案をしよう。もしお前が盗んだ全物資を言って返してくれたら、お前を鎌倉ミート団の幹部として戻そう。この時、ゆでうどんに電流走る。想定外の交渉。ここでこの交渉に乗ったらアズキトールに物資を渡せずに終わってしまうが、渡したら鎌倉ミート団の幹部に戻れる。要するに勝ち組に戻れるということだ。またヌビに捨てられるという考えが思い浮かばない幼いゆでうどんはこう答えてしまった。物資全部返して反乱を諦めるか？はい。おー、ゆでうどーん。お前裏切るなって。うん。なんて言った？もう僕は鎌倉ミート団の幹部のゆでうどん様だよ。お前みたいなきっしょい緑色のやつとは格が違うのさ。そうだ、ゆでうどん、お前はもうあいつらとは次元が違う。あとはあいつらを踏み潰す作業をするだけだ。いえさ。おい、ふざけんなヌビ。お前自分の権力に物を言わせて人を引き抜くとかいう最低な行為しやがって。落ち着け、アズキトール。あっちの方が装備は圧倒的に強いし、まだ戦争前だぞ。あらあら、今から戦争をスタートしてもいいですよ。クソが、絶対本番ではお前をぶっ潰してやるからな。ラルさん、私は昨日の戦争でお花畑組に吸収されたことに納得がいきません。再度独立したいです。いや、ダメダメ。お前はあまりにもリーダーの素質がなさすぎる。お前は重要な時にやむ癖があるからリーダーは向いてない。めっちゃ言うじゃないですか。まあでも独立してもいい条件を一つ作ろう。それはこのお花畑組対鎌倉ミート団で、お前らが勝ったら独立してもいいだろう。独立したいんだったら気合を見せてみろ。おー、行くぞー。うん、なんか人が足りなくないか？ラルさん、最終決戦なのでとりあえず NK はここに呼んであげてください。あれでもおかしいな、亀納豆とゆでうどんが見当たらない。ちょっと探してこいお前ら。オッケーです。ラルさん、今来たんですけどどうすればいいですか？あ、ちょうどヌビが探してたよ。あ、でもあそこまで歩いていくのめんどくさいな。ラルさん、 TP してくれません？いや、 TP タイムはさっき終わったからもうダメ。じゃあしょうがないな。それじゃあ僕もお花畑組に加入しますか？今から入るの？いやだって歩くのめんどくさいもん。おい、亀納豆戻ってこいよ。いやです。ということで試合開始10分前ぐらいだけど、僕をお花畑組に入れてください。正直信用できないな。わかりました、じゃあちょっと約束します。僕が入ったら絶対に誰か一人倒します。これだったらチームの役にも立てるでしょう。この僕、ルールの穴はついてきましたが、ルールを破ることは一度もありません。どうか入れてくれないでしょうか？まあそれだったら入ってマイナスはないからいっか。よっしゃー、行くぞー。
ということで試合スタート。アズキトオルさん、あっちの方から麦ガヤを打ってきてますよ。おい、わざわざデコポンとかいう護衛までつけてチキってるのか。はあ、しょうもない戦い方するねー。よし、あの狼は全員矢で倒して。おーおーおー、ふざけんなー、動物を殺すなー。おい、落ち着け、ゆでうどん、私に敵対してるから倒してるだけだ。動物殺すやつ嫌い。おーおー、ちょっと待てー。よし、追い詰めたぞ。ここで終わりだ。お前はここで終わりだ、ゆでうどん。ちょっと待って、お前ってお花畑に入ったから麦を倒したいんじゃないの。いや、俺は花から麦を倒すつもりなんてないよ。言ったじゃん、入ったら一人倒すって。誰を倒すなんて一言も言ってないんだよな。うわー、うっちい、途中で裏切ったゆでうどんを倒したぞ。了解、こっちもあずきとおるを倒したぞ。大将のあずきとおるを倒したので、これにて戦争は終了だ。全軍撤退でよ。ということで、途中でゆでうどんが動物を倒して裏切るという想定外のことがあったが、それ以外は想定内であり、我々の圧倒的勝利と言っても過言ではない。ちなみに亀納豆が途中で裏切ったのも作戦ですか。それも作戦だ。敵のボスを倒すんだったら、敵にスパイを送り込むのが一番適切だからな。で、麦さんはどうするんですか。俺はお花畑組を取り込んで鎌倉ミート団に統合する。そしたらこの世に勢力は一つになるから、徳川幕府のように平和になるだろう。俺は暴力を用いて平和を作っただけで、根は平和主義者だ。最後まで見てくれてありがとにょん。ということで、これで死んだルクラ第1期は終わり。次は第2期にょん。